記事をお伝えします。まずはえっ、ー、と沖縄タイムス社会面から、長喜さん七人万人のあすいません、す間ませんもう一度最初から長喜さん七万人の頂点。<laughs> いつも通り力出せた。沖縄市のあ沖縄市の沖縄東中学校二年生の長喜エリーさんがフラッシュアンザンの全国大会で 11日に東京都内で開催された第16回毎日パソコン入力コンクール全国大会に出,出場し応募者 7, 7万人の頂点に立ちました次は掛け算割り算の部門で全国トップになりたいと意気込みましたそして続きまして「沖縄タイムス地域面」から。 津軽三味線演奏会に完成室川沖縄市室川区子ども育成会は19日公民館で室川こども会クリスマス会を開きました仙台市出身で東京在住の津軽三味線奏者の浅野さんがゲスト出演し会場に津軽三味線の音色を響かせました そして琉球新報市町村面から、クスノキ通り復活ピンチ、沖縄市の小屋十字路から古座中学校付近までの通称クスノキ通りの拡幅工事に伴い、一時的に中城,城市公園へ移植されているクスノキの育成状態が悪く、通りに戻すことができない可能性が出てきているとしました。 地域住民から不安の声が上がる中、沖縄市も緑のトンネルの復旧・復活に向け、工事をする県に対し復旧を要請しております。以上、この時間は琉球新報、沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました。 地獄は八時三十七分を回りました。まだ、し <laughs> ょんまがってないですか。もうこれさ、めて普通の人に触ってないからまだ聞いてる人には。あと七人万人ってなんですか。<laughs> <laughs> もう嫌だ。嫌だわこっちだよ。ああ、おかしいな、もうしょうがないじゃあ行きます。今日今日は何の日？はい。 はいええー、もうおかしいわ、はい、ちょんまがちょんまが触ってとか <laughs> <laughs> もうさ山本さんちょんまがから離れて <laughs> ちょんまがあって使うんですよね <laughs> 皆さん使わない <laughs> <laughs> 皆さんね使うでしょちょんまが <laughs> はい今日は何の日のコーナーです <laughs> <laughs> はい,いえっとですね 何勝手にやってってはいそしてですねまずは沖縄手帳からですねえっと12月22日木曜日えっと今日は土の上虎の日旧暦の11月24日はいクリスマスですね昔の昔の旧暦のだから旧暦何なの日月じゃないのあそうだ そうだもういやな。えっとですね、満潮が1時58分、完潮が8時49分。今日はですね、NHK。やばいな。大丈夫ですか？NHK がえっと本当で同時放送開始の日。そして映画2012年の世界終末の日。なんだろう。映画2012年で。はい。 この十二月二十三日、二千十六年のそれが世界が終わるよって言われてる日なんです。ああそうなんだ。うん。う終わったかじゃあ。そして今日は夫婦の日ですね。夫婦の日。うん。あ二十二日ね。うん、はい。えー、そういうことなんですか。もうあこれは私好きなベートーベンの運命ウィーン劇場で。<laughs> そうなんでもそれつく。<laughs> 本当好きなんだもん。ちょいちょい。<laughs> 違う。なんでちゃ違うゃい自分をあげようとするの？えなんで運命良くないですか？歌ってみて。歌これピアノだし。はい。おつの友達でねクラシックマニアの人がいて、いつも聞かされてたんですよ。今からな買ったけど。ちゃまげちゃまげちゃま。はい。そしてウィーン劇場でベートーヴェン自身の式で初公演。おお。千八百八年の今日ですね。すごいね。うん。そして。 プロレス初の日本選手権で力道山が木村和彦を破るまさひこねまさひこ1954年の今日ですねそして今日の誕生日の人プッチーニさん国将さゆりさんああかわいいなジョージロイヒルさん誰なんですねいやいやなんでそこ言う誰かわからんの そして誕生歌「百日草」花言葉は「幸福」ですねいいっすねはい面白かった聞いてる人何も面白くないからねごめんなさいねもうさこの人 CM 中でむちゃくちゃなんですよほんとにはい以上「今日は何の日」のコーナーでした はい、時刻は8時41分を回りましたはい、えー、はい<ー>、ね、わいてですね全くその通りになってきてますね <laughs> やばいですね。はいはいそして、えー、まずはメール朝ですからねはい今日のメールテーマはですね理想のクリスマスの過ごし方はい、はい、ということですね今日笑いがね取れないまだ2人とも <laughs> <laughs> あなたバリバリ取ってますけどどうしましょうか <laughs>。<laughs> はい。えっ、ー、とじゃあメールから読ませていただきます <laughs>。最高ぐらい笑いましたけど<笑><笑>え。えっとメールを読んでいきたいと思います <laughs>。<laughs> <も> <laughs> はい。<laughs> 自分で言ってくだい。はい。山内さん、可愛い,いセックヤオ、前橋お聞きのリスナーの皆さん、はい、おはようさん。<laughs> さんこの日が来た川崎子、今日で前橋、うん、卒業か。 じゃあテーマに行くない流したねね <laughs> あっさりだ、ね、<laughs> あれからよ、はい、今日のテーマ「うん、あなたの理想のクリスマス」はい俺は、えー、と神戸の夜景イルミネーションが見える高級レストランで食事して、うん、その帰りに寒い神戸の海を見ながら手をつないで、うん、あとはホテルでラブラブしたいっす、うん、わおさっきこともそしてしちまったぜ <laughs> 俺のリクエスト、はい、あっていう感じなんだろう 何がリクエストかな。だからさっきこういつきちゃんにサンタの衣装を貸してあげてって頼んでるから金曜日のスザンプリーズでさっきのサンタコス見せてくれってどうですか。うん。サンタコス似合わないんですよね。そうだね。却下で。うるさい。キャで。似合うわ。どっちや。はい。ままね。えーだからちゃんと答えてあげる。どうなのやるの？気が向いたら。はいそうですね。まあやらないですね。 やらないんだやらないでしょゃつきさんがさ来た後に着るのちょっとわかります似合いすぎるじゃないですかいつきさんね似合ってたねその後のお前似合ってねえだ感あのさあサントコスでもミニスカでだからよエロのエロいねだからアミタイツ入ったことないそうアミタイツそれからあの頭ね顔から被るタイプだからあ全然いいですよ 編みたいツアーでもあんまりだけどああ普通の肌色のストッキングがマジ気持ち悪いですよよく被ってたんですけど私分か <laughs> 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 るの面白いからよく被ってたんですけどみんなでやってみるかあれマジ最強に気持ち悪いです<日>、えー、全然いいですよ最強に気持ち悪いよなわかるよあれやばいですよね明日だからあれ持ってきてね知ってるようないや新しいの被りたいまだ いや自分なんででもでも履き古したやつ履くんですからやってみようはいそして続きまして天然ボケさんから山ちゃんいるの分かるがツッコミが欲しくて書かなくてごめんなさいツッコミ入れてありがとうございますってうまくなったねこのかわすのがだからよ忘れたでしょ絶対違う忘れてたよ絶対ねっいける続いてはいえっと 続きましてイミッチおじさんからおはようございます。昨日新しく安物スーツを2着買って、裾直しのためにお姉さんに折り曲げられたスラックスの裾を見て改めて自分の足の短さを痛感したイミッチおじさんです。これこれわかるよね。イミッチさんはしょうがない。あ、違う違うそっちじゃない。そっちのわかるじゃなくて折り曲げるじゃないですか。折り曲げますね。うわめっちゃ曲げてるやん。だかどんなどんな人が履くのこの長さって思いません。 思うけどうちの嫁はね切ったことないってようそ長いのかなし長いね長いんだ長いね上等だね上等だねいっつも短いあ長いまあね昨今ね炭素コーナーだからねあの僕の車を動かす時に本当にめっちゃ前に寄せるじゃないですかシートもうあれ完全か毎回パーソナリティの車寄せる時にいっつも前に やってるから、迷惑だなと思う。直し具合もわからないしね。そう、だね直し具合わからんからね。そうそう。さてさて、今日のテーマ。あなたの理想のクリスマス。おじさんの理想のクリスマスは、やっぱり家の中で家族で過ごせることかな。ああ、いいね。やっぱりみんなね。家でのんびり過ごしたい。パーティーなんてしないんですよ。そうなんだ。なんすか、この。なんか変な。 ヤンキーみたいな関係ないし飾り付けとかちゃんとやるタイプです私その買い物が楽しいみたいなあ分かるねめっちゃいいよねそういうのねそしてずっと外さないっていう年末までいやまだいいんじゃない年末まではでもピカピカさしてメリークリスマスとか貼ってあのねんだった折り紙で輪っか作って輪っかも作るの え楽しくないですかいやなんか輪っかってクリスマスって感じするうん赤と緑であなるほど輪っかよりはさんかこのあラキラキラキラの方がよくないあれもやるすごそうだな部屋なんかファンシーハウスかでもそれもだからずっと置いとく気が向くまで子供にどんどん破られて徐々になくなっていくみたいなねいいっすねそれもあそして はい、えっ、ー、と子供はえっ、ー、とねどこまで読んだっけおじさんの理想のクリスマスはやっぱり家の中で家族で過ごせることかな<う>クリスマスツリーのぼんやり光る光を見ながら、うん、テーブルの上には美味しいごちそうを並べ、うん、みんなで食べながらテレビを見たり普通に過ごせることが理想かな子供たちが大きくなってくるとさ、うん、やっぱりそれが恋人同士で過ごしたがるさねだからよね だから小さい子供がいる皆さん子供と過ごせるクリスマスは長いようで短い期間限定のクリスマスですので今をたくさん楽しんでほしいななんて思いますよ、うん、ケーキを美味しそうに食べる子供たちの笑顔欲しかったプレゼントを喜んでいる子供たちの顔その一瞬一瞬を目に焼き付けたりたくさんの写真を撮ったりしてほしいですね,んね娘がが高校生ににななっったりするともうう恋人がサンタクロスになっちゃうからね。 さっきもかわいい息子ちゃんと過ごせるクリスマスを楽しんでよ山内さんも出ようって、うん、だからよね正論すぎて何も言えないっていうのはこのことですかね、うん、これまさしくですよま、ね、さしくですねあだってどう,すどうします山内さんのかわいい女の子、うん、女の子ですよしかも <laughs> あパパ無理だから普通に彼氏と過ごすしって言われるんですよ <laughs> クリスマスマプレゼントとかいらないみたいなもうもらったしみたいなえいやいやいやもらっとけよと別にもらって損はないじゃんじゃあお金でいいよってお父さんが選ぶもの的外れだしみたいな絶対言われますよ<わ>、ね、だったらだから一緒に買いに行って、ね、いやほんとに見られ歩いてるところ見られたくないって言われますよマジでこれ本当のことなんですけどな本当のことって本当ですよなんか一緒に歩いてるのを見られるのすら恥ずかしくなるんですよ、うん、この時期って んだそななに育てい違う違うしょうがないも時期時期嫌だうん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 しょうがない理想のクリスマスのさ幸せになろうって言ってるのよ俺だけこうになれば意味わからんしはいそしてツイキャスからですねえっとカルチルさん理想のクリスマスはケンタッキークリスマスツリーのてっぺんのお星様はお父さんがつけます あ <laughs> あ待って理想のクリスマスはケンタッキー、うん、でクリスマスツリーのてっぺんのお星様はお父さんがつけることが理想みたいですなんかあれですねちょっと不幸なお家だったんですかねなんでいやなんかお父さんが星つけるとか<え>それを理想っていうからえああそういうことか <laughs> ああ<ー>んか悲しい。 なんでいいんじゃないいいよ、いい超めっちゃいいあ、ゆうさん、おはようございますえどうしようじゃ曲いくかいやいや、待ってあ、うするべさんべさんから曲なっておきました。はいえそれではここで今日はですね、クリスマスの渋い曲をかけていますはいシンジローパーでロッキンアランド・ザ・クリスマスツリー 時刻は八時五十三分を回りました。さあ気を取り直して、<laughs> ええー、トークテーマ発表してください,、はい。理想のクリスマスの過ごし方。でございまーす。はい、ええー、白子さん、メール切ってます。はい、山内さん、佐久間さん、おはようございます。今日で佐久間さんが前足最後と知り、メッセージを作ったよ。<laughs> ありがとうございます。佐久間さん、前足卒業おめでとうございます。ありがとうございます。 朝からラジオでエロ話を聞けなくなるのは寂しくなるよごめんそんなことなかったわいやいやどっちら<去> <laughs> 山内さん昨今の卒業はドッキリだよね単位不足で留年だよね <laughs> 夜の番組に回すんだよねそうしないと数少ないサッコーのファンから顔をやめなよボディボディ攻撃されちゃうよサッ <laughs> <laughs> さんお疲れ様でした、はい いつでもいいから生放送の番組に「やばいですよやばいですよ山さん」って言って乱入してくることを楽しみに待っているよということでありがとうございますありがたいですねありがたいですねさん一番嫌ってたのうんでも猫のことで山内さんのことが嫌いになったから私のこと好きになったみたいだから猫のことでねあそっか山内さんは今もう多分もう大嫌い大嫌いでしょうね猫嫌いだから猫嫌いだからね <laughs> なんか先持ちあるんだなは <laughs> <laughs> やばいよもうこれ避難じゃないもうめっちゃメールくるよめっちゃるるそうですか、うん、えは、ー、なさんちょんまがを検索したけれど、うん、<laughs> 出てこない <laughs> 当たり前でしょ <laughs> えっとあなたの理想のクリスマス、うん、言ってください、はあはあ？あ<く>待って妄想してるあ うん、んなんか、うん、まず普通にパーティーするじゃないですかパーティーどんなパーティーよで普通に1日目はパーティーして2日目は日あ何,何日もあるんだ <laughs> 4日と2524 25、うん、日はパーティーするパーーティーして誰とみんなでみんなで友達とか呼んで、うん、うわーってやるんですようん、うん、で25日は2人でゆっくりご飯食べながら、うん、ディナーみたいな。 ご飯食べながらディナードレスみたいなご飯も食べながらディナー面白いわけ違う、ディナーをするんです腹いっぱいなねだからよディナーしてディナーしてでクルージングしてクルージングしながらディナーディナーした後クルージングをして違う違う夜景の見えるクルージングディナー夜景の見えるクルージングディナーラッパーだなあれですよ花火もね花火も上がる上げてくれる なるほど君のためにあげたよみたいなどんなあの花火さき子って書いた花火 <laughs> ダサい <laughs> 普通にねあの <laughs> ハートとかハートダサいやし <laughs> ダサいあハートの中にさきうがいいかな <laughs> <laughs> きつい <laughs> <laughs> でやって、うん、からの、うん、まああれですかね

泣いてますよこ人。も笑いすぎてくるし自分の理想言ったのに笑いすぎてるんだ山内さんがね変なツッコミしてくるからまあでもそんな感じかなでリスナーさんみんなツッコんでると思うよあであれいっぱい食べるなでプレゼントめっちゃ豪華なやつが欲しい車とかホテルの最上階に車があるわけホテルの最上階でいろいろした後に いろいろしたあのに鍵にリボンつけて渡されたいああこれプレゼントだよって大変だなクルージングをプレゼントしてホテルでもまたプレゼントしないといけないんだろいろいろして最後に車をプレゼントはいや大変理想ですからねまあね理想だからねいっぱいもらいたいんだねいっぱいもらいたい愛も物欲も物欲がかっこいよねそうそうそう 食欲も全部ですねそう睡眠欲ぐらいですねそういうことさてさてえ9時代もまだまだ続きます、うん、皆さんメールガンガン送ってくださいゆうたしくんはいは 時刻は9時を回りましたはいさい、<laughs> はいさい。沖縄シティのコーナーですこのコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄,沖縄からお伝えいたしますこのコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしますまずは平成29年沖縄市成人式典のご案内 日時は平成29年1月8日日曜日午後2時からです場所は沖縄市民会館大ホール対象者は平成8年4月2日から平成9年4月1日生まれの方市内在住の対象者へ12月初旬に案内配置を郵送します沖縄市出身で現在市,市外にお住まいの参加を希望する方は 当日直接会場へお越しください案内はがきの郵送はありません詳しいお問い合わせは障害学習課内線の2742内線の2742までお問い合わせくださいそして平成29年沖縄市消防出発式のお知らせ日時は平成29年1月6日金曜日午後2時から4時 場所は沖縄市消防本部お問い合わせは沖縄市消防本部総務課お電話番号は9 2 9一1 1 9 2二9 2 9一1 1 9 2までお問い合わせくださいそして2017年沖縄マラソン運営,運営ボランティア募集対象は18歳から65歳の健康な方沖縄マラソン開催日は 平成29年2月19日日曜日お申し込みお問い合わせは市民スポーツ課。お電話番号は932-1294932-1294までお問い合わせくださいそして応急手当講習会のご案内成人に対する心肺蘇生法や AED の取り扱い 日時は平成28年12月10日土曜日午前9時から正午まで場所は消防署三郷の消防署ですね定員は30名場所は合わせ出張所、定員は15名となっておりますお申し込みお問い合わせは沖縄市消防本部警防課お電話番号は929-0900 九。の。ゼロ九ゼロゼロとなっております。そして。寿司ビー向け。行事。行事食。郷土料理教室。二十歳から四十歳代の方を対象とした料理教室です。日時は平成二十九年。一月二十日。金曜日。午後六時三十分から八時三十分。場所は。沖縄市。福祉文化プラザ。対象は。 市内在住在勤の方、定員は16名、多数申し込みの場合は抽選となります。受講料は無料、申し込み締め切りは平成29年1月11日水曜日午後3時までとなっております。お申し込みお問い合わせは市民健康課、健康推進課内線の2242、内線の2242までお問い合わせください。 そして「怒りの感情をコントロールする講座」「より良い人間関係を築くために」「人間関係を円滑に進めるために怒りの仕組みと怒りをコントロールする方法を学びます」期間は平成29年1月13日金曜日20日の金曜日27日の金曜日となっております。時間は 午後7時から9時まで受講料は無料場所は沖縄市男,男女共同参画センター会議室対象は市内在住在勤在学の方定員は20名となっております託児も無料で行っております満6ヶ月から小学校4年生までお申し込み方法は電話または直接対所してからお申し込みください お問い合わせは沖縄市男女共同参画センターお電話番号はとなっておりますそして親子で話そう思春期の心と体子どもたちの変化に寄り添うために今知っておきたいこと日時は平成29年1月11日水曜日午後7時から9時。 そして平成29年1月12日木曜日午前10時から正午までとなっております場所は福祉文化プラザ定員は先着順で30名受講料は無料となっております対象者は市内在住在勤小中学校の保護者及び関心のある方託児は先着で5名3歳から小学校3年生までとなっております お申し込みの期間は平成二十八年十二月一日木曜日からとなっております。お申し込み、お問い合わせは障害学習課内線の二七四四、内線の二七四四となっております。そしてきらめきフェスタ。ともり新さんの母に学ぶ。年子流、子育て術と仕事と家庭を両立する秘訣。性別に関わらず。 個性を大切にする子育て術と母女性経営者としてのワークライフバランスをお話ししていただきます。講師は智森敏子さん沖縄航空株式会社代表取締役社長、沖縄男女共同参画センターティルルの館長となっております。日時は平成二十九年一月二十一日土曜日。 午後1時30分からとなっております会場は午後1時場所は沖縄市社会福祉センター2階の集会室対象者は市内在住在勤在学の方定員は80名定員に達し次第締め切りいたしますのでお早めのお申し込みをお願いいたしますそして託児は満6ヶ月から小学校4年生で予約が必要となります 託児の締め切りは平成二十九年一月十一日水曜日までとなっております。お申し込み方法は電話または直接来所。手話通訳などありますので、お問い合わせください。お申し込みお問い合わせのお電話番号は。八九四六一七五、八九四の六一七五、沖縄市。男女共同参画センターまでお問い合わせください。そして。 結衣ワークよりご案内、UI、ワークは中小企業,企業などで働く方々が受けられる福利厚生の制度を提供している県内唯一のサーービスセンターです月々1人1,000円の負担で結婚金属等のお祝い金の給付事業をはじめ人間ドックおよび各種活動への、えー、女性等のサービスを利用することができます。 お問い合わせは、公共財団法人沖縄中部中部労働者福祉サービスセンター、お電話番号は929-4001、お電話番号は929-4001までとなっております。以上、ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしました。 時刻は9時12分を回りましたこの時間は、えっと、沖縄市のお天気情報道路交通情報をお伝えいたします、はい、まずはお天気情報から、うん、9月 <laughs> 9月に違う9時って言うんすよ12月22日木曜日、はいはい、南東の風、うん、やや強く後北の風強く雨でしょう<雨>朝晩曇りところにより昼過ぎから、えっと 雷を伴い激しく降る予定です。そうですね。今日雨だそうですよ、うんね。降水確率は80%。日中の最高気温は26度だそうですね。ねえー、っとですね。うん、ちなみに明日はまためっちゃ寒くなるね。うそう。20度最高気温。あ本当だ。最低が17、はあ。寒いかもしれないで,、ね、で土日は寒いですよ。15度17度。まあ若干ね。 それでも今日よりはってくらいかな晴れたらまた太陽で暑くなったりしますからね沖縄そうなんですか日差しでえいやいや何その知らなかったんだけどお礼みたいな沖縄の人ですよね本当ですか本当ですかって暖かくなるのなりますよやっぱり日差しでねそうっすかそして沖縄本土地方では22日夕方まで 発達したセキラウの下での落雷や突風急な強い雨にえっ、ー、と23日にかけてうなりを伴った高波に注意してくださいはい。そしてえ東シナ海を南下する、うん、<laughs> 前線の影響で曇っており弱い雨の降っているところがあります大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れているでしょうなるほど ということですね。雨ですね。気をつけてください。今日は。はい。ええー、そして、うんま、た沖縄自動車道いっぱいになってますね。うん。まああのー、ちょっとね近いところから読みたいと思いますが、うんはい、えとですねこれは北向け、はい、沖縄北インターチェンジから沖縄南インターチェンジにかけて工事があります。うん、ええー、高知バス停付近でも工事。はい そして、えー、これは下りですね、うんえー、上り下りともに高知バス停付近で、えー、工事があります気をつけて通行しましょう、うんえー、一般道ですが今の時間目立と混雑渋滞は沖縄市内は特にありませんねあの北中かこれは、えー、戸口交差点から 診断にかけて一部区間で渋滞が起きていますがそれも今の時間は解消されましたね、うんえー、特に目立った混雑渋滞はありませんあら今日はそんなないね、うんえー、国道330号線でこれは、えー、と古島付近、はい、混雑が続いています、うん、それぐらいですねうん、うん、はい以上でございますはいそしてうん FM 小座から見ると天気ですが晴れてますね。晴れてますね。晴れてますね。雨80%なのに。ねあれ午後からですね。雨は。はい。じゃあ今午前中だけでも晴れを楽しもうかと思っていますね。そうなんすか。晴れを楽しむんです。楽しむ楽しむ。どんなって。なんかね洗濯物干したりちょっとの間でも。仕事だしね。あ、そっか。じゃあできないね楽しめないそれしかないよもう晴れの楽しみ主婦は。 <laughs> 洗濯物干すぐらいしか <laughs> そうすか<笑><笑>そして、えー、そしてそして <laughs> 道路ですが、うん、今日はスイスイですね今はねそうですねやっぱり9時15分ですからねうん。まあだいぶね,ててね車の量も減ってきておりますが、うんえー、道行く人もちょっとずつ増えてきております、ねうん、みんな半袖の人が多いですねやっぱりねそうすか今長袖の方が通ってきましたけど、うん、<laughs> いろいろ薄着の方が結構いらっしゃるので、うん、はい やっぱり暑いなっていう天気ですかねそうですね今日はちょっと蒸し暑いですね <laughs> はいということで以上道路交通情報お天気情報でした さて、はい、時刻は9時16分終わりましたもうすぐ17分でございます,います、えー、今日のテーマいきたいと思います、はい、今日のテーマは理想のクリスマスの過ごし方でございますそうですね皆さんの理想のクリスマス、えーはい、皆さんクリボッチということなので、うん、<laughs> そうなんだはい、うんえー。せめてね妄想だけでも楽しく過ごそうかとはい 本当に24か25はね寂しいですからでもねちょうど土日だからだから余計ね仕事もでも紛らわせないんですよ皆さんだからよねだからちょっとねせめてね本当に今日ぐらいは理想を言って妄想して幸せになろうよみんなでそして泣こうよということで山内さんの理想の過ごし方は何でしょうか僕の 僕はやっぱりあのあれですね家族と一緒に過ごすとかのがいいですね一番理想ですね本当ですかあと一つはあと一つもしも家族が旅行に行っちゃったクリスマスあ一人なんですか僕そう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 栗ぼっちの栗ぼだとするとえっとどうしようじゃあリアル言うとあるんあれですねやっぱりこう 何かしパーティーじゃないですパーティーやる体力なんてもうないですないパーティーやった後に抜け出すのもいいですけどしっぽりねあ抜け出すのいいですよね,いいすよねちょっとドキドキしますよねでみんながあれあいつら2人で消えたなみたいなでもそれはクリスマスではないですね <laughs> 合コンだね正直 <laughs> 合コンかな <laughs>、うん、クリスマス合コンやってみたいですねえー、悲しくないですか だからそこで悲しい者同士が絶対付き合うんですよあでもあるかもね流されてね、うん、流されてススそうだから流されてそのままホテルまで流れたいっすね、うん、ああ理想のクリスマス理想のクリスマスクリボチ同士集まってみたいな <laughs> 集まって、うんえー、ホテルまで流れるというのが僕の理想のクリスマスです、うん、ああ待ってマスオさんから、うん、クリスマスに婚活パーティーあるねってあそうなんだ <laughs> ああそっか行こうか行きましょうか、うんえー、そんなマスオさん、うん、なんかプレゼントを送ってくれるらしいですえさきこのクリスマスプレゼント、うん、エロパンティはエロパンテに送ればいいかなって来てます、うん、<laughs> <お>本当ありがとうございますさきこは、うん、家でパン一だから、うん、下着上下のセットじゃなくていいものねって来てます、うん、安上がりだね どうねセットだと高いけど、そうなの。パンツだけだとね安いから、安い。300円ぐらいで買えるしね。ぜひ3枚ほどお願いしたいと思います。そうですね。ちょっともうだいぶよれるよれよれになってきたしね。なってなうん。なってきたこの。なってたじゃないですか。あ山内さんなんていい感じですかね。はい。はい。ですね。じゃメールも。 はい、い,いですか、読んで。ガンガン読んでください。ギャンガンガン読みますね。ガンガン読んでください。ガ <laughs> ンガン読ませていただきます。D. J. チャラサンタさんから。<laughs> はい。先こうちょんまがってなんなん。俺、真面目に検索してしまったぜ。<laughs> 結果。ちょんの間、ま。いや。ちょんましか。<laughs> <laughs> ちょんましか出てこなかったぜ。<laughs> <laughs> 先こうちょんまがの意味何に。そこ突っ込まんで。<laughs> ということで。テーマ。理想のクリスマスの過ごし方。うん。俺はですね。 自宅でのんびりケンタッキーを食べてクリスマスケーキ買ってサプライズプレゼントするさきこ何が欲しいんやってやった,言ったら来れるのかな言ってごらん何が欲しい <laughs> 車が欲しいリアルなとこ来ましたねあなた車ボロボロだからね、うん、車現金ですかね車か現金どっちかじゃあ送ってくれた車現金、うん、それしかないかな、うんうん、それしかない家車現金いえ ぐらいかな全部あれだな高い高いでも現金でさ例えば300円とか送ってくるよりは家と車がいいんじゃなうん現金はいくら想定なんですかああ5000円から2万円にかけてリアルでしょリアルだね5000円来たらでもがっかりだろ微妙だから2万かな微妙でしょ山内さんは何か何か サプライズででもららううんなら何が欲しいですかうーんだから何もないんだよねさっきこの話したでしょじゃあ男の人って、うん、なんか欲しいの何って聞いても「うん、いいよいらない」って言うじゃないですかそうそういらない<も>あんまり明らかに自分はもらうのに「うん、あっ何もいらない」って言ったから「買ってないよ」とか言えないじゃないですかいやでもいらないですよ本当にえっでも実際彼女にあげるじゃないですかうん,うん、うん、して「あっごめん本当に私何も用意してないよいらない」って言ったから <laughs> ねでしょ ってなるでしょ <laughs> そこなんだよな。違うだから買ってもらわなくてもいいけど、例えば料理をこうやるとかそういうのがあると全然いいですよ。<ー>買わなくてもそうなんだ。あ、料理手作り派ですか？もしかしていや何でも何でもいいですよ。オードブルでよくないですか？オードブルだったら心の中ですね。そう、<laughs> そうそう間違いなく美味しいですよけど。<laughs> えー、本当だってね。売ってるやつの方が。 クリスマスぐらい休みたいじゃないですか。あ、まあね。うん、じゃあ、なんか変えようっちゅう話になりますね。したら、何が欲しいのかなっていう話たんですよ。<laughs> ね、<laughs> 洋服とかいいんじゃない？ああ<ー>、うん、趣味じゃなくても。趣味じゃなくても、あ、だから、僕の場合は、趣味じゃなくても、自分のセンスがダサいから、あれなんですよ。<laughs> あの、逆にお願いする。そうそう、女の人が選んでくれた方が安心する。うん、ああ。 俺だって独身の頃のさあれだよひどいよ何ですか怪しいって言われてたのどんな格好だったんですか黒いパーカーとかああギって締めてニットかぶってもう死にあれです怪しいですね怪しいし私もやってたけどもう完全防備みたいなキャップかぶってそうそうそうもうでじ怪しいわけもうギリギリして犯人みたいって言われてましたいつもあ俺もだよ そうそうしかもあのキャップも黒いキャップでマブカに被るのが好きなんですよ。髪短かったから男の子に見えてなんか犯人みたい犯人みたいいつも言われてた。だから僕はこれで現場とかにも行ってたんであの撮影のね怖いですね。怖いよ。いやだいやだ待って待って AKB さんから続きあるよ待て待てってごめんごめん話に夢中になっちゃった。はい。 あ、待ってよじゃあ、査考が欲しいのは車かお家だそうなので、エケビさんよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。失したね。はい。そしてクリスマスとかけまして、はい。スピード違反と解きます。お、その心は余計な出費です。うん。あ、待って待って、もう一兆整いました。あ、よかったよかった。一人のクリスマスとかけまして、お。恋人のクリスマスと解きます。はいはい。どちらも 空いているでしょう。相手がいる、空いている。ああ、なるほど。うまい、うまい。おお、うまいっすね、これ。おお、最後。おね。おいいですね。え、でも最近 AKB 俺イラッとしてるんだよな。なんで。ダメよ。イラッとこないよ。はい。AKB ムカつくんだよな、最近。ムカつかないでしょ。でもうまいのはうまいからしょうがないね。うん。はいはい。そしてマスオさんからもなんかコメントが来てますね。うん。 しまった、先こにをプレゼントするんだったって、なんてこれ。<laughs> だから、あなた、急にツイキャス行くか、よくわからなくなるんですよ。<笑><笑><か>メール読んでくむかな、はい、青野軍団さんから。はい,は,いはい、はい,います。うん。え、そこ、二十四日にパーティーして、二十五日は。船貸し切りでクルージングディナーして、ホテルの最上階で。うん、何?。や、やるっていろいろ。<laughs> <laughs> <laughs> えっと、現実は。船はゴムボートでよくて。 サバニでホテルの最上階もあれだろ2階建ての民宿の部屋でやるんだろある意味最上階で当たってるからや <laughs> いやいやサバニって何サバニサバニこれ新しくない新しいけどさサバニにじゃあクリスマス仕様、うん、なんていうのちょっと赤く赤と緑とかなんかそこだけさなんかこだわらんでいいと思う <laughs> 電気キラキラさしてうわちょうどさな でもちょっと楽しそうかも楽しそうでしょそれで例えば那覇出て女さんまでああ待ってけどじゃあギノワンぐらいにもあるからギノワンにしようかなけど待ってこれはもしされたらめっちゃネタになるからちょっと欲しいかもだろで民宿行って民宿飲もう2と言わずに屋上で仮もしないんだ民宿寒いな忍み込んで。 はいそして今村さんからラストはノーミスでと思ったんですがまたやっちゃいましたね出発式手染め式のことかな前回も同じミスしてたよねだからよね怒られてますね怒られた出染め式ぐらいやめましょうねはいはい ということですね。そうです。まだまだ、えー、メールお待ちしております。ますメールアドレスは、<うわ> <laughs> なんだよねん。七六一アットマーク fm コードドット jp。七六一アットマーク。ついてくるの？fm コード jp です。はい、皆様メールリクエストお待ちしております。 お送りしたのはフェイス・エヴァンスでホワイトクリスマスでした。<laughs> 時刻は9時33分になりました、はいえき、ー、今日のテーマは「理想のクリスマス」ということですが、うんえー、コメント来てますアルファイングさん「はいはい、今年のクリスマス仕事になったんで理想からかけ離れる予定ですよ」うんうん、去年は他局のラジオ祭りでリスナーさんや MC 陣と絡んだので、うん、今年は恋ダンスやるつもりだったのにということで。ああいいですねでも仕事か。 ダンスってあの恥逃げだっけ逃げ恥ね。恥逃げってはだけど逃げるは勝ちみたいな意味わからんくなるからね逃げ恥も意味わからんけど逃げるは恥だが役に立つこれよくないですか逃げるは恥だから役に立つ恥だが役に立つ意味が分からん逃げること恥ずかしいけど役に立つこともあるんだよってことですね逃げる恥がうんうんうん 山さん、<laughs> 一回見てもらっていいですか <laughs> <laughs> 一回は見なかったですけどあのー、どうだったんですか最後あ待ってまだ見てないからあそう <laughs>、はい、なんだはいかねよしゆっくり一人で見たいんですよはははお母さんが「見れ見れ」って消しかけるんですよ、うん、内,内容をいつも言いたいからそうそう言いたいん,はんですけど、うん、だからお母さんに「あっちの部屋に行って」って言っても、うん「嫌 <laughs> だ」って言うんですよ 意味が分かんなくないですか。<laughs> 一緒に見たいんでしょだから。お母さん見て終わったんですよ。うん、だから内容を言いたいけど、うん、なんか自分の好きなテレビ見たいからなんかね寝静まってから見てって言うんですけどね。うん、ね一緒に寝てしまうじゃないですか。ね結局見れないまんま一週間が過ぎるんでしょうね。あそっか。あでもあの藤藤寺なんだっけ藤井隆さんと、うん、あの音羽さんが夫婦共演してるっていう。うん 夫婦で共演してるんですよ本当の妻役でそれが話題になってますね今話題なんか CM にも出てたぞ違う違うこのなんていうテレビでドラマで別に CM にも出てたから <laughs> そんな話題になるあれ、ね、なるよなってるのなってるの <laughs> 話題にそうですか、うん、えーっとですねマスオさん来てますね、うん、うちは今年は理想のクリスマスですよ、うん、家族五人で仲良くのんびり過ごしますこれが一番だよ いいですね。うん。やっぱりね、<え>家族と過ごすのが理想なのかな。どうかな。それは。うん。今までさ、じゃあ、やったクリスマス。中で、一番楽しかったクリスマスは、何ですか。どんなクリスマスですか。うん、あ、私の。うん。私のって、他に誰がいるんですか。<laughs> <laughs> ええー、今までですか。うん。私。あの。あれです。悲しい話をすると。 <は>悲しい話をすると、うん、クリスマスにそこまで楽しかった思い出がないっていうああなるほどとか何、うん、て言うんだろう仕事を無理やり入れられたりああじゃあ彼氏とかと、うん、こうやったことはないあんまりない過ごしたことはないかもしれない本当に <laughs> え。にそうなの、うん、結婚してるときは なんか料理とか作ってまた飾り付けもしたんですけど旦那が,旦那が仕事で帰ってこないんですよ <laughs> 帰ってこなくて一人でじゃあ朝朝朝食べて終わったっていう何にもない何にもない朝一緒にご飯食べて写真撮って終わったっていう何にも朝だからね朝 ししてて眠っったいう悲んんねじゃやばくないですねだからもうクリスマスなんてくそったれって思ってましたしかも私断れない性格だからまだ子供いない時とかは全部クリスマス仕事入れてたんですよみんなね休みたいじゃないですかそれでなんか最後いい人アピールしましたそうそうそうでもだから結局過ごす人もいないから別に仕事入れちゃおっかなみたいなああ感じでした山内さんは <laughs> 彼女聞くの <laughs> 聞くくよえっと、ね、僕は若い時に、うん、えっと僕も少ないんですよ本当にクリスマス過ごすっていうのは、うん、あんまりその別に彼女いる時も、うん、クリスマスはいいかなって思ってたんでコム、うん、さ一回出かけをしてコムコムって分からんだろう宮子もコムさ少しは。<laughs> そ<う>うん もうさ、どこ行っても渋滞だわけびっくりして本当にきついですよねきつかった疲れるで帰って「もういいよピザ頼もう」っつってはあピザ頼んだら「2時間3時間待ちです」とか言うわけ「意味よ」っつってシェイキーズ名前出さないシェイキーズ意味よっつって人気ってことなんだシェイキーズがそうそうそう それれでシンスだったか忘れましたけどいやいやいやマジで <laughs>、はい、そんな感じで、うん、なかなかこう理想のクリスマスを過ごせたことがないですねただ唯一だから若い時に国際通りを一緒に歩いたぐらいかな、うん、<laughs> その後飲みに行ってみたいなしかもその居酒屋がえっ、ー、となんだっけ北大地みたいなうん、うん、なんていうの全くおしゃれじゃない。 なんか居酒屋って感じのねそこに行くというやばいねやばいじゃん <laughs> もうそうしよっかなーなんてね <laughs> そういうことで私たちは今日このテーマにしたっていうそうなんですよ誰人とも過ごしたことがないということでそうそう皆さん本当にねどんな理想のどんなクリスマスを、えー、っと過ごしてきたのでしょうかそれも教えていただきたいですね、うん、あなんかこれちょっといいですかうん 銀の蛍さんがそもそも理想ってなんだろう山内さんいや深すぎるわ深すぎるわあのどんな感じで過ごしたいかいいわあの深くないこれ例えばねえっとまあ好きな人その時の恋人嫁さんでもいいですよね彼女とえっとこんな風にしたいとかこんな風にしてあげたいですねやっぱ男性はさっきから言うようにこうやりたいんですよわかります相手に うんうん、喜んでほししいといとサプライズなどたそういう計画をねいい理想でいいじゃないかとうん、うん、そっか、うん、じゃ女の人は何もしないで構えとけばいいんですかあのねマスオさんがどっかで書いてあったんだけど、うん、彼氏にとって、うん、彼女がプレゼントだよねってわかります<ー>だから女性は身一つでいいってことですあー 本当かなうんだから別に何をやらなくてもいいその場にいて楽しんで俺がサプライズしたかそうそう楽しんでもらってーもう、OK、そのあとも楽しんでもらえればいいんですよ「今日はちょっと」とかはなし,なしクリスマスマにに身を捧げるとサンタに <laughs> <laughs> クリスマスにそういう、はあ なんていうのラブラブイチャイチャして、うん、今日はちょっとって言われてみそっか、悲しくなるね悲しいでしょ、うん、どうしてもネガティブな、ね <laughs> だからね、ダメだダメですねこの人もネガティブですよ <laughs> <laughs> ちょっとね、ネガティブな感じになってきたので、えー、一曲聴き <laughs> ペギーリーでクリスマスワールツ

とコメントも来てるんですがただ一人ちょっとねえっ、ー、とこのテーマとはかけ離れたとこばっかりしょっちゅう見てる人がいるんですよねいみちょんさん作今今日の洋服シッチーボタンの間からこんにちはしてるしてないし <laughs> してないしね <laughs> もうどこばっかり見てるっていうことですよいみちょんさん気をつけてあれだね。あれだあれだね<ん>セクシーって犯罪だね <laughs> <laughs> 魅力的。てれながら言う。てれながら言うのやめてもらっていいですか。<laughs> な言うんだっ,<あー> <laughs> ったら、堂々と言ってください。<laughs> <laughs> そして。はい、大塚健治さん。うん、クリスマスは娘たちが幼い頃、帰宅と同時に連。連弾で、要は。 一緒にね二人でピアノピアノを弾いて,くれる弾いて星に願いを弾いて迎えてくれたのが一番の思い出ねやばいこれ嬉しいこれやばいねちょっと泣きそうになるかもしれないね<え>泣くでしょう多分山内さんどんなかなその場ではちょっと照れ隠しても思い出して泣くかもしれない、ね、嬉しいよねあるいは結婚式の時とかね <laughs> こんなことやってくれたなーっ,って、ね、いいですねー、うん いい娘さんですねほんとに好かれてたんだね<る>大塚さんはね、うん、僕も好かれるように頑張ろうね <laughs> えジェヒョンちゃん理想のクリボッチ、うん、こたつにこもり亀のように頭と手を出し <laughs> 手の届くところにリモコンを置いてダラダラ過ごす待ってこれクリボッチじゃなくてもできるよね <laughs> あそうだねだからねだから要するに別にもうクリボッチの人は別にクリスマスとか特別じゃねえよとあ これが一番の理想の過ごし方なんですよクリスマスとは限らずねわかりましたそっかのんびりのんびりのんびりできることが逆にクリスマスプレゼントっていう人もいますもんね忙しい人はうまくないどういうことそから忙しいからクリスマスだけでものんびり過ごせるっていうことがプレゼントになる人もいますよね誰からのプレゼントなのこれはサンタサンタサンタ サンタがじゃああなたに暇な時間あげて言うわけ最高あつまでもそれがいいかなじゃあ何か子育ても解放されてみたいなもう全部面倒も見て家事もやって食事も全部僕が作るからお母さん休んでてっていうサンタさんが言ってくれたら最高ですね映画行ったり行っもね一人でのんびり一人で一日っつってね夜まで。 もうあもう嬉しいどうぞいいないいっすかお母さんたちにもサンタさん欲しいですよねこういうお母さんお父さんにもいますからいるんだお母さんのサンタはみんなさんですいい夫婦の日それでもいい夫婦の日今日だけどねメールもいっぱい来ております紹介してください えカジュウさんからカジュさん違うねカジュさんの違かったね <laughs> <laughs> 間違えちゃったちゃんと呼んでください青野軍団さんからハジュ逃げ、うん、<laughs> イチロの前 <laughs> クリスマスに帰ってこない旦那、うん、エロサンタさんはあ、エロサンタワン坂のスナックに飲みに行ってるよなっ行ってるかな <laughs> どういうこと だから、私の旦那が帰ってこなかったじゃないですか。さエロサンタがいっぱいいるスナックに飲みに行ってたんじゃないかなって。いいっすね。行ってたかな。そして、記憶に残っているクリスマスだけどさ、彼女のお姉ちゃんのアパートを借りて過ごしてたわけ。あ、うん、なんかね、新した俺。うん、このパターンやったことあるわ。嘘、うん、忘れた。これうん、して。これ聞いた後に聞こえない。飲み物買いに行って、隣の部屋のドアが開いて。 チラ見したらさ、マッチョなお兄さん二人が激しく抱き合ってディープキスしてたわけあれはドン引きしたよね <laughs> 理想のクリスマスはドン引きでもないけどさ別に嘘普通じゃない別にそうすかうん、普通普通え、普通じゃないですか別に、うん、僕あんまりこのマッチョなお兄さん同士のベロチューは見たくないですね嘘み、うん、たい 見たくはないけど見ても別に「こんにちは」ぐらいかな「こんにちは」じゃねえよって言うはずよ邪魔かな邪魔だろうんあでも私見たら言っちゃうかもんでこんにちはって普通に私だって街中でイチャイチャしてるカップルいるじゃないですかなんかちょっと絡みたくなるんですよがんみするわけがんみしたりあらって言っちゃう子供とかわざと行かせちゃう嫌なやつですねだってね公共の場ですからねまあね続いて「さきこえする猛虎会」さきこ え現金車、えー、指輪とか財布とかあるだろ <laughs> 今年のクリスマスは間に合わんから来年咲子が彼氏おらんかったら俺が最高のクリスマスにしてやるぜうえうえどうすかいいっすねいいっすかじゃあ彼氏いなかったらよろしくお願いします <laughs> <laughs> なんかサクッとこうあれしましたねど <laughs> うですかまあいいんですけどね、はい、そして、うん、はい 大塚健二さん。我が家には、常にサンタさんがいることになりますって、や、やってあげてるんだ。これ、増尾さんね。増尾さんだ。ね、はい。増尾さんやってあげてるんだ。はい。うん。そして。ええ、アラミングさん。俺からのささやかなクリスマスプレゼントが、小座に届いているので、生放送後にでも美味しく召し上がってくれると嬉しいです。ということで、ありがとうございます。ええ、今日で昨今は。 最後です。ええ、前を最後ですが、まあちょいちょい出てきますので、はい。うん。F.M. 小沢時の間にはいるしね。来るね。なんかまた変な感じで絡んでもう来るはずだからね。うん。皆さん。明日もあるし。明日もあるしね。うん。特にまあ気にせず。気にして。気にせずじゃない。置いといてくださいね。はい。はい。置いといて。 えジェヒョンちゃん「路中までは行きませんが、うん、男同士は手つないで歩けないんだよな」なんで気にしなければいいのに別に僕ディズニー行った時に男同士のカップルで手あるつないで歩いてる人いましたけど、うん、もう別にね普通だよ普通というかねもう気にしないというか気にならなかったね、うん、本当に女同士も普通だよ今は逆にさ、うん、あいいなと思った「堂々としてる」それがいい だから、うんうん、悪いことしてないのにね全然好きな人がただ男性っていうだけですからねえ花さん数年前のクリスマスにホテルがいっぱいだったのかホテルの駐車場の入り口で熟年カップルがエッチしてました <laughs> ちゃんと読むんだこれ <laughs> <laughs> ちゃんと読むんだねいやこれはちょっと厳しいねなんで <laughs> あまあ公共の場だからね <laughs> いやいやいや僕 なんかさ帰り道こうおしゃれなレストランがあるんですよ、うん、その前で、うん、もう本当にさ50代ぐらいの,このカップルがこう抱き合ってベロチューしてたわけ、うん、抱き合ってベロチューか、うん、抱き合ってかもどもどしてるわけ、うん、普通に車結構通る場所だよしかもさ10時とかまだ早い時間、うん、9時とかうわーうわ。 またビュな感じになるよ。はい。ビュな感じになりましたね。なるよ。はい。クオレさんから。クオレさんからメール来てますよ。はい。は咲子さんセクシーは犯罪だよ。そして、えっとラジオネームクオレです。マッサージといえばリラクサールンクオレでしょう。山内さんと咲子さんの時。これ前呼んだやつじゃないの。あ嘘。はい。 あ、本当だ <laughs> そうだよ、ね、セクシー犯罪だよってとりあえず <laughs> そう <laughs> あとねクール、うん、マッサージといえばクオールだよ <laughs> そう最高ですねはいえー、ああ面白かったそうですね、うん、面白かったですねさっきイメッチャおじさん、うん、さっき酔った山内さんがバーで男の手を握って喋ってても「こんにちは」って声かけるなよいやかけるな突っ込むな写真撮るな <laughs> 私は。<laughs> はいえ2時間あっという間でした皆さんありがとうございます最後のですね曲は「縁屋でオリノコフロー」でございます今日はクリスマスに関するはいでくださいそうですね今日は健康を慌てて探しておりますがもう諦めたんで今日は毎押しす最後の作今ですがじゃあうるさのさんに一言お願いしますこれは別にちゃんと笑わせてください は,はい、はい、どうぞえっとですね笑わせる <laughs> 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 はいえー、っと皆さんね今年もちょんまがわした一年だったと思いますがまた来年もですねちょんまがわしてから楽しんでくださいちょんまがに頼ったら来年から<後>来年からはまたミミリさんがいますのでそ<っ>皆様素直に聞いてください、はい、またさっき手持ちでした <laughs>